竹原美希は兵庫県出身のプロボウリング選手。YouTuber、J プバ第44期生、ライセンスナンバー480、フリー、関西学院大学卒業、BS 日テレで放送されている、ボウリング革命 P リーグでのキャッチフレーズは、神戸のハッピーボーラー、第35戦から出場している。初勝利は5回目の出場の、 第40戦で連覇を全大会優勝の松永、ひろみに勝利し、その後に行われた、準決勝、第2試合で、片井綾野に1ピン差でセリ勝ち、初の決勝進出を決めた。惜しくは優勝は逃したものの姫事例に次ぐ、準優勝の結果を残した。ボーリングは右投げだが、もともとは左利きで、子供の頃に右利きに強制されたという。 高校時代に3回国体に出場している。大学3年時に6校クイーンズオープントーナメントの前夜祭りであるプロアマトーナメントで優勝。これを機にプロテスト受験を決意、大学在学中のままプロテストに一発で合格。大学卒業後ラウンド1の所属プロとなり、現在はプロの大会に参戦するかたわら、全国各地のラウンド1に出向いてプロチャレンジアンギャを行っている。 2018年5月、ユムと所属契約。2019年3月ラウンド1を退社。ありがとうございます。